全部でもね。そう、中の鉄骨はもう塗らない。同級生の女性なんですけど、塗装の依頼をしたら妹が病気だでお金貸してくれと。じゃあ俺捕まえてもらってぐちゃぐちゃにしていいんですか？やってもいいけど、 YouTuber 子会社がちょっとやっぱね闇にしてまってなかった。だけどもう明日か明後日に払うって言って、連絡もねえじゃん俺。いや、もちろんです。とりあえず送ってきてもらったら結構先には僕も気を込めて、じゃあ機械いいじゃないですか、僕の周りが知っとるんですよ、僕の周り機械いいじゃないですか、マシになってるんで。電話には出るけど、明日持ってきますって言って持ってこないの。それがずっと続いてるの。じゃあなんて言えんだ、呼んだるでさ、ってお前の言うように呼んだるでなんて言うんだ、言ってみよ。ずーっとこの繰り返しです。まあ俺こんなにどんなに戦うけど、そいつの人生を終わらしたよ。うん、結局払ってないんでしょ。これに払うって言ったやつはどうなったの？いや、まだ最近ができないもん、僕、これはそのしまったの、信じてらっしゃって、最初からちょっと違うか。だけども、明日か明後日に払うって言ったら、連絡もねえじゃん、俺に。いや、申し訳ないです。とりあえず送ってきてもらったら、切り込む先には、もう切り込むんで。うん。もう一回ちょっと会って話せんから。もうさすがにきついよ。ちょっと、ほとんどまた当たり、ちょっと無理なんで、仕事じゃなくて、本当に。時間が取れん、お金は払えんでさ、まあ俺もそう、まあ、遊びじゃねえもんで。いや、僕はそう、わざとやってるわけないですもんね、申し訳ないけど。いや、早く終わらしたい気持ちもいっぱいいっぱいになって。終わらしたいって言ったら、たった3万円でだった？それが払えんのやで。いや、まあ、それでも今、必死になってやろうとしてるんで、でも、東海のやつでちょっと1個終わるやつがあるんで、それにちょっと払ってしまえるんで。10日でも1年だ、月3万円が払ってけんだったら、だってもう払えんじゃん。10日はどうでもいいんだけど。でしょ？でそれから連絡も1回もないわけでしょ？ 1 ヶ月ぐらいほったらかしにしよったら。こっちから連絡しんかったら、お前連絡してこおへんやんけ。とりあえず連絡します。10日以内に連絡します。やった。10日までに1回ちょっと、まあ会おうっていう話も会えへんやんしょ。なんで時間作るから連絡します。じゃいつになるんだって。じゃあね、いや、なんで連絡します。ちょ、もう何ヶ月やってるよ、もう3ヶ月よ。ちょ、もう半年以上やってるんだよ、お前と。半年間1回も会えんのか。じゃあ、俺も代理人にさ、なってさ、会えない、お金払えない、払うって言ったらまあ払わんで、1ヶ月ほったらかしだったらほったらかし。いやいや、さ、それ子供以下やで。お話もうちょっとまた連絡します、すいません。違う、すいませんじゃないって。払ってよ。いや、なんで10日の日に払うんで、ちょっと10日の日に連絡します。で、これ何回目やこれ。じゃあ、いや、何回もすいません、申し訳ないです。ちょっと10日の日に連絡します。今すぐ払えよ、3万円バカ。マジで本当に。いや、なんで。もうじゃあ車なんかさ、預けるとかなんかしてくれよ、困る。じゃあ今日何時だったらいいの？俺もう何時でもいいよ、時間合わせたら。夜でも10時でも。じゃあいつ、明日？いや、明日も無理です。いつになるんだ。じゃあ10日なんか無理やろ。じゃあ24時間働いてるわけじゃないだろう。お前だって誠意見せろよ、お前。散々金お前人から踏んだぐっといて、お前踏んだぐっないですよ。取ったんだろ、お前借金がどうのこうのとか言って、お前妹がお前白血病かなんかだとか言って嘘ついて取ったんだろ。じゃあ、じゃあ、証書出すよ、証書。で、妹のじゃ白血病の、証書出せる？いや、本当ですよ。本当、じゃあ、それ、本当に疑ってますけど、それ出したらこれ、どうなるの？いや、出したら信用できる。いや、信用できるっていうか、それも本当に、妹を馬鹿にすることになるんで。ちょっと、別に馬鹿にしてねえや、金借りるのに、妹が、まあ、白血病だって言って、知らんって。そんなこと、お前の連れ、じゃあ連れの名前送れよ。お前の周り知ってるでやったって言われてるって、知ってるのが聞けばいいじゃん。俺そんなことお前に言ってねえよ。いや、言いました、最初地元から調べりゃ何とでもなるよって言ったよね、俺は。はい、じゃあ調べりゃいいじゃないですか。それだったらそれで地元のことも関して。じゃあ調べんね、何度俺が調べりゃね、お前が出せよ。いや、地元のことはそこまで言われてるじゃない。じゃあ居直るな、お前。お前居直るなよ。知らんじゃなくて、
まあ、愛もできんやつが居直るな、お前、このクソガキ。居直るなじゃなくて妹関係ないよ。関係あるだろ、お前。妹の治療費がどうのこうので金借りたんだろ。いや、聞いとるって。いや、だけど言っとることはちゃうやん。ちゃ、ま、でけえ声出すな、このクソガキが、ボケ、ほんと。ちゃ、お前がガチャガチャ言うもんね、こっちも出しとんやて。会えません。お、じゃあなんだ ?3 万払うやつは何て呼びゃいいんだ、俺。何じゃあ3万円お金が払えんやつな、半年間も。じゃあ何て言えばいいんだ ?4 ダルでさ、って。お前の言うように4ダルで何て言うんだ言ってみいよ言ったるで、お前が呼んでほしいように、これから。なんて呼んでほしいんだ、まあ、ええわ、まあ、ガタ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 。何別に、何やった名前。になったああ、まあ、会えませんじゃん、俺納得できんのだわ、これ。いや、でも、10日まで待ってくださいって僕言ってる。じゃあ、俺、ずーっとじゃん。何日まで待ってください。何回この手使われたの絶対この日にお金払います。死んでも払います。どこでも払います。で、お前さ、コロナで家にな、待機しとって。で、コロナだったら電話喋れるだろ。俺の知り合いも従業員もコロナだったらどうるわ。暇で暇でしょうがねえやねんか、コロナなんか家で寝とるだけなんだもんで。じゃあ、当番しますよね。お前、都合悪いことだけ話そらすなよ。いや、そうしないって。こないだお前土曜日にな、熱があって、お前。じゃあお前この間 な土曜日にな熱があるって言ってお前外で出ること自体おかしくねえか外なんかじゃあ車ピー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 言っとるよねんかいや僕今日29日終わりなんでじゃあなんでじゃあ熱があったんだって土曜日に熱があったやつがもう終わらんだろう19日になって昨日までありましたよね昨日じゃねえかじゃあだけどもう木曜日の LINE の時点で熱がありますって出とるやん何しちゃってんのこれあ一週間じゃねえってお前月曜日だよ今だから今僕出てるじゃないですか別に今出てもいいと思うなんで出てるじゃあ証書出せよコロナの証書出せるだろう、はい、うちの従業員はみんなコロナの証書も出して休んどんだわ、はい、お前いい電話にも出ねえ、はい、まあ一回なまあちょっととりあえず会おう、まあ、話にならんこれ本当にいや夕方会えるのでいつになったら会えるかだけ決めてくれよ別に。ちょいいや日程出せ。日程出せ。ちょっとついた関係ねえでお前の都合だろうそれ。いやいいちょっと待ってちょっと。何とんな。はいこれねあの視聴者の皆さんこれもまあこれ動画にもするつもりでこれ最後の通告のつもりでこれ電話したんですけど。まあ僕の友達、これ動画になっとるのかな？ちらっと。まだ、あ、話がちょっと出てるぐらいですかね。話がたまに前で出てる。友達の家を、同級生の女性なんですけど、親が、あの、まあ、塗装の依頼をしたら、まあちょっと修正入るかもしれんけど、200万かなんかで契約しようと、150万か200万で。で、さらに、妹が病気だでお金貸してくれと。そう、貸した方も悪いと思うよ、俺は。お客さんにお客さんだよ貸してください全然知らんところでしかも比較サイトだわポータルサイトってさ今問題になってるから個人事業主みたいなやつが入って、うん、でまあいいことだけ言って安くやりますみたいな安い値段150万でやるって言ってうちがやっていくらだったかなあ、こんばんは11時ぐらいになるって、お前、右のところに飲んだらしいがやじゃ飲んでない全部吸っとんだぞ、俺はじゃあ11時えだからあ、こんばんはーす。こんばんは。どうしよう。どこまで見るかをちょっとちゃんと聞いてみたいな。あとね、屋根は兄貴がやっとるもんで、どこの屋根この上。あれ、相手、どうするんですかなんかね、北区におるらしいわ。ほんと。じゃあ俺捕まえてもらぐしゃぐしゃにしていいんですかいいよ。じゃあでも、やってもらいいですか ?YouTuber 小林がちょっとやっぱね、闇に迫ってから。ちょっと面白いですね、それね。250万でしょ ?250万。それで、は約250万。視聴者の皆さん、250万やられて。しかもお母さんもちょっといい人だもん。金貸したのもあるし。最初に工事代金がいくらだったんですか？いくらだったかな？170
170万で、まあ、こんだけでは変わるわね。屋根もやって、で残りの70万はどこか。そこから、お情け頂戴の話をしだして、妹が白血病だなんだかんだ言って。そうだ、本当に？それは嘘だと思うよ、今思えば。で、僕が見なかんでって言って、で、貸してくださいって、ご飯も食べれないから。分割で払うって言ったんだよ。そういう話はずっと止まってると。だから結局今も電話には出るけど、で今も出るの？お金明日持ってきますって言って持ってこないの。それがずっと続いてるの。もうそれはもう半年ぐらい。足場もかけっぱなしだった。かけっぱなしだった。足場も本当。全部でもね。そう、中の鉄骨はもう塗らない。塗らない。外壁と外壁。でこのシャッター。シャッターは塗らんでいいと思う。これは全く塗ってない。塗ってない。あ、これって。じゃあ、だから逆スコアはなんかやってあるとかやってないけど。風？うん。おじまちょっとでかいな。ちょっと俺この話してみるわ。うん。出ながら取れる。消費者センターにもあれしたんだけど、なんか払った方が悪いとか言って言われたらしいよ。本当？うん。そう。とか言って。ね、もうそうだよね。もう。払った方が悪いもんね。そう言われたらしい。俺いくら切ったか覚えてねえわ、こいつも覚えてないですよ。とね、120めっちゃ何でも買ってないんだよ。ぐずることはないと思う。見に来たらすぐ対応するし、何かあったら、よろしくします。よろしくお願いします。私は一度ご連絡させていただきます。もうこれもう免許証も全部出すけど、俺本当に腹立つで。安く契約してお金だけもらって足場だけかけて家もせんと半年間放置。足場を隣の人からクレーム出ちゃって。出ますよね、だって半年もだもん。よいかな。俺もこれ動画一緒にコメント欄叩かれてねえや。僕絶対許さんもん。何回もずっとやりてほしいもん。こいつ半年以上お腹入ってるからもうずっとやってる。やってる。入る前からやってるよ。やってるだろ。でもずっとで、まあ最後の俺の妥協案で、俺も代理になっとるもんね、そこの家族のね。うんうん、で、どっかでやっとるんだわ。だからほら、何回も、この米田で待ち合わせ何回もしようんだわ。当日に来れないんだ、毎回。確かに、あれがあるから帰るわって言って会えなかったですって。何回もったの。何回も、当日ぶっちぎりっていうか、行けませんとか、あんだとか、この連絡もない。で、電話して、もう今店におるんだけどって言うと、すいません、今日行きません。じゃあ電話してこいよって。こいつ、ほっと腹立つな。免許証みんな晒しちゃうけど、ほんとに。絶対許さんだろ。で、もう俺も最後の妥協はね、月3万円。うん、それだったら払いますと。それがいつだったかしら。あ、これもね、振り込み先聞いてる。6月の29日だ。もう1ヶ月は前です。1ヶ月前。1日でお願いします。1日に振り込むと。7月の1日に。7月の1日に。はい。で、必ず入れてください。入れたら連絡ください。よろしくお願いします。はいって。そっから一切連絡。で、電話したら7月22日ぐらい。後でかけますか。20日からやっと今、初めて喋れた。20日に後でかけますって言ったのにかかってこなくて。かかってこなくて。今初めて。で、木曜日に電話したら、すいません、コロナの陽性になっており、月曜日で、あ、治療終わりです。必ず連絡しますって来たんだ。うん、で、今日寝てるんだな。うん、で、コロナになってるから家でゆっくりしてるんだから、電話で話せるんじゃない？お金振り込んでないよね。なんでそうなったか教えてください。まだ熱があり、すいません。そんなわけねえげん。確かに、だって、10日目、9日目はもう大丈夫って言うからね。ずーっとこの繰り返しです。まあ俺、こんなにどんなに叩かれるけど、もうそいつの人生終わらしたよ、この発達。で、まあ俺の知り合いも何人か聞いたら、まあ、だいぶ貸してる人とかおるらしいんだ。知り合いの知り合いとかでな。うん。だから本当にクソ人間の、マジで。本当に、このやつが、ノーノーと。で、こういうやつって何件もやってました。うん。で、下請けさんも多分泣かしとると思うよ。結局、じゃあ塗装屋さん。これ足場屋さんも金もらってない。50万以上。3件ぐらいやって、3件ともお金もらってないと。なので俺も、まあ家族の許可もぶっちゃけもらったんで、月曜日になってもこれやったらもう YouTube にしましょう。向こうはずっと YouTube にして、YouTube にしてって。叩いてやってくれそいつらは思ってたけど、まあ、そいつのこともあるので、まあお金払うんだったら許しちゃってもいいんじゃないですかって。で、最初はずっともう半年とか1年かけて家族が交渉してきたけど、結局話にならんと。だけど俺もここまでひどいと思ってないもんね。まあ、こっから本当こいつも対決するまでもうとことんやるもんね。もう警察沙汰でも何もしたもんね。詐欺もいいとこだよ。すごいね。もう
じゃあ本当に舐めとるね。全部が詐欺だ。これ今の電話で分かるな。じゃあ俺もまあ言い方悪いかもしれないけど、会う気ねえよこいつ。絶対に会えん。一応これじゃあ動画を編集はしまって、今日電話喋るだろ、うん、まあ、10日までは公開止めますわ、うん、10日で会えんかったらもう公開にしようか。もう今日1日で10日は、はい、行ってみましょう。はい、よし、まあ、これをとっつかめてまた続き動画上げていけたら上げていきますんで、はい、ぜひチャンネル登録いいねよろしくお願いします。はい、それと島の会長にちょこちょこ今連絡もらって、はい、あの会長にさせていただいてます。はい、実習生興味ある人は、はい、特定技能実習生の授業やってます。はい、セミナービジネスって言っちゃったんだな、授業、あのセミナーなで、セミナーを第3土曜日に毎月うちの副理事がボスの副理事が、はい、あのセミナーオンライン でいろいろ質問形式とかいろんなことやって1時間ぐらいこの実習生のこういうふうに特定技能とかね、はい、ベトナムにもすごいいい人材が3年5年働いて、はい、5年間とかしか働けなかった、昔は3年間しか働けなかった人たちがベトナム帰って特定技能だったら来たいと、はい、ちょっと給料はやっぱり日本人と同等ぐらい払わなきゃいけないけど、もうようやるからね実習生は。うちはもう実習生本当に給料要求30何万とかへえ、結構多い。でもそれもこの間ちょうど俺行ってきたし、会食行ってきたし、そのベトナムからその送り出し機関の人たちが来てくれて、まあ、ご飯食べて話したけど、うん、これだけ給料払わんと今はいい子取れんし、まあ、払えば逆にいい子取れるし、車の免許も持たせれるし、うんうんうん、いいこと結構あると思います。まあそういうことを質問したり勉強になりますので、ぜひそちら あの専務理事さんが、はい、あのオンラインセミナー兼質問やってますんで、はい、参加してください。よろしくお願いします。お願いします。またね。